秋田世紀は、陸津美春藩の第二代藩主。秋田家、第四代当主。秋田都市生の長男。慶安二年、父の死により、家督を相続した。医療のうち、五千国を弟の末久に分治した。病身で、引っ込み事案の性格だったため、個人に関する逸話はほとんど伝わっていないが、秋の世の夢話に次のような逸話が収められている。 明暦三年の大会の時、江戸にいた正規は、すぐさま家来の秋田殿内を江戸城へ派遣した。その時、白川城主、松平腰中守は江戸城にいたが、正規の家来が途上したことを聞き、自分の屋敷より十二里も遠いところに、屋敷のある正規に先を越されて悔しいと立腹した。それから数年後、正規が大阪カバンで上京する途中、 伊勢国桑名に一泊した。この時の桑名藩主は白川から桑名へ転覆していた松平小中守その人であった。そして、その時、たまたま桑名で火事が起こり、小中守は桑名城の矢倉に登り、正規やその家来たちがうろたえるところを見てやろうと、試みた。しかし、正規の行列は少しも乱れず、煙の中をしずしずと通り、 安全な場所で行列を止め、正規は足軽二組を桑名城へ向かわせ、腰中守に対し、城下が火事です。風も激しく、お城が危うく見えますので、家来を差し向けましたと伝えた。腰中守は、正規は酒ばかりのみ、高狩り屋能が好きな、どうしようもない奴と思っていたが、秋竹は古い家なので、良い家来を持っていて羨ましいと語ったという。遠方四年に死去。 去年57、次男の輝き期が後を継いだ。ありがとうございます。